はい、カームでーす。いつもご視聴ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、今まで使ってなかったものを使ってみてて今気づいたことなんですけどね、これなんだかわかります？これ、ヘアカラー剤をものすごい勢いでこう、ミキサー？そう、混ぜる機械なんだけど、うん。こうじゃなくてね、知らなかったの。なんか動画とか見てたらよく皆さんこういう風に、ここにね、攪拌する、何？ダーって回すものをつけるんだけど、そうじゃなくて、これ、知らなくて私、このまま、わかります？このまま、こうやって使ってたの。すんごい使いづらいなと思ってて、で、今まで私カラーほとんどこれにしてから全然混ぜたり、そのカラー剤自体作ってなかったから、今まで小さいこういうシャカシャカシャカってこう、料理とかする時みたいな、なんていうのあれ。うん、あれ使ってたんだけど、まあこれになってから全然、使ってなかったんですよ、こういうの。うん、そしてなんか、さっき今充電、これUSB で充電式なんだけど、それで、どう、おかしいな、でもこれ、まあ、なかなかそこそこする、ね、そう、いいやつなんだよなって思いながら、こうずっと見てて、どうやったら、これもしかして曲がるのかって思って、ここに。そしたら、そういえば私はいつもなんかここのスイッチでこう強弱できるのは分かってたんだけど、ここになんかあるなって思ってたんですね。でも全然なんか、まあテンパってるっていうのもあるんだけど、こうカラー剤作るのに、こう、超マスクとかしちゃって、見づらいっていうか、あんま気にしなかったのね。で、いつもこうだったのね。だけど、ここで、こうすれば曲がるっていうことに今頃気づいた。3月から始めたでしょ？ 2 ヶ月経ってこれに気づきました。うん、これだとね、やりやすいと思う。こう、ゴミーってこう、どうしてこうやってたのみたいな。まあ、これがポンって長かったんだけど。まあ、そんな感じで、ただ、それをね、ちょっと、自分最近どうなのよって感じなんで、お知らせでした。はい、これもね、充電式だから充電切れたら困ると思って、こうちょっとずつこう充電してたんですけど、それすらも充電器それがどれかわからなくて、あ、これかなみたいな。それでたまたま見つけたみたいな。いっぱいあって、今最近こういう USB って多いじゃないですか。それで困ったなぁと思って。うん、それも見つけたりとか、まあ、いろいろやってたわけですよ。怖い。なので、やってないってちょっと怖いなっていう話と、はい。やっとこれで便利に、こう、なりますっていうことです。はい。これで混ぜやすい、みたいな。まあ、そんな感じで、お仕事やってます。で、まあ、メイク動画とかっていうのはそんなに私、まあ、ね、画流っちゃ画流なんで、撮ってないと思うし、これ、撮れてないんですけど、あと、まあ、メイク用品が、また届いてるんだけど、それもまた、紹介しなきゃならないけど、みたいな。でもなんかその時間がなくて、仕事、やっぱりその仕事オンリーっていうか、店にいる時間、こう余裕がないっていうか気持ちっていうか、こう体も結構疲れてきてて、結構膝とか、そうだな、右のなんかこういう筋的なもの、なんか右系が全部やられてますね。膝は膝の裏のなんか筋みたいなとこが痛いので、まあ今までやってなかったことが、こうやるようになったから、ただそれで体が負担かかってるんだなっていうのはわかるんですけど、まあ年ですねっていう感じですね。はい。そうだな。あとは、そうだな。そう、メテオカラーとか、もう、商材を、頼んだので、あとは、こう、自分で、こう、研究して、ちょっと、やってみなかったら、わからないので、メテオ商品としては、その、メテオの、カラー、トリートメントとか、もろもろ、結構揃えなきゃならないものがいっぱいあってですね、うん、それを、まず、届いてからの、まあ混ぜて使って、こう、誰かを実験台にして使って、試してもらうというか、試してからやらなければならない。いやー、なんかね、動画とかみたいにピカピカになればいいなと思うんだけど、私がやってどうなるだろうと思うんだけど、アイロンとかも、別にこれ案件じゃなんでもないんですけど、本当に。これですね、これ。
ラディアント、はい、で、これですよね、中戸さん、中戸さんが使ってるやつ、まあ中戸さんじゃなくても使ってるんですけど、はい、届いたし、ちょっと自分でこうシューッとこうブローじゃないやアイロンかけてみたんですけど、まあシルキーですね、はい、優しい感じです。高温設定もできるし、まあ低温もできるし、これはまた全然違うものだなと。もともとアドストっていうのを使ってるんですけど、そのやつとはまた違うなっていうのがすごい実感しましたね。はい、はい、ということで、メテオカラーとかの時は、これ使うと思うんですよね。で、縮毛矯正っていうか、そのメテオストレートの方、ちょっとやっぱり私、まあ様子見て考えますなかなか難しいと思う。必要だったらいいけど、うん、お客さんがね、必要としてくれたらいいけど、なんかどうだろうなと思います。まあいろいろ考えてるんですけどね。まあそんな感じで、仕事のことばっかりなんですけど、まあそれしかないんで、仕事しかないんで、はい。うん、あと、体があちこち痛い。はい、あと少しだけダイエット始めました。もうこの前体重計に久しぶりに、なんか嫌だと思って乗ってない時期あったんですよね、ちょっとだけ数日。そしたら60キロぐらいになっちゃってて、うわーと思って、それ夜の体重に、あー終わったと思って、で朝はまあその次の日の朝かっただったかな、まあそれは少ししか減ってないし、まあいろいろなんか溜まってるものもあるんだろうけど、少しずつ少しずつ少しずつでいいから57キロ台に戻りたいにしたいと思ってます。その体重云々じゃなくて、そのやっぱ増えていくと多分血液とかに問題が発生したりとかね、なんかあると思うんで、まあ、健康上に不安があるというか、年齢も年齢なんで、仕事もちゃんともうちょっとね頑張りたいなと思ってるところに、そんな太っちゃったらね、それでなんか他の病気が出ちゃったら、もう大変なんで、なのでやっていこうと思ってるんで、はい、まあ、このアイロンいいよっていう話と、あとこちらの、はい、カラー剤混ぜるのがすごく、これかよみたいな、これだったのかよみたいな何か知らない、知らなすぎるって、なんかかわいそうな人みたいな私はい、そんな話でした。はい、まあこんな感じでやってますので、また、またちょっと動画撮れたらやりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ今からカラー頑張ります
もういいのいらないわ。次、次、ルート次。